東海インターチェンジは、愛知県東海市にある、伊勢湾岸自動車道、伊勢湾岸道路及び西地田産業道路のインターチェンジである。二千十一年十一月十九日、東 IC と併設して、名古屋高速四号東海線と接続する東海ジャンクションが共用開始。東海 IC、最下部が国道三百二号との平面交差部、中間の高架道路が、 西地田産業道路本線、最上部が、伊勢湾岸自動車道。北緯35度3部5.87秒、統計136度53分57.96秒。北緯35.0516306度、統計136.8994333度。 3 5 0 5 1 6 3 0 6十3 6 8 9 9 4 3 3 3当日の伊勢湾岸自動車道東海 IC に挟まれて立地し国道302号と接続する。伊勢湾岸自動車道東海 IC とは国道302号を介して接続する。なお、名古屋高速4号東海線と西北産業道路地下方面は専用の連絡路を介して接続する。 直行する国道247号を挟むダイヤモンド型インターチェンジである。国道247号の西側に四日市ジャンクション方面への入り口と同方面からの出口が東側に豊田 JGT 方面への入り口と同方面からの出口が設置されている。四日市ジャンクション方面で入り口は東海新宝町に所在し、 名古屋港の新豊富島に付設されている。東海ジャンクションでは、伊勢湾岸自動車道と、西千田産業道路は接続しておらず、東 IC にて、国道302号に一度降りる必要がある。伊勢湾岸自動車道は、豊田東ジャンクションから東 IC までが高速自動車、国道であり、東 IC 飛島 IC 間は、国道302号、伊勢湾岸道路である。 その絡みで、四日市ジャンクション方面のランプウェイと本線の合流部には、ここから一般有料道路の標識板と、可変式の速度標識、およびトレーラーに対する規制標識が設置されている。当該 IC は高速自動車国道と一般有料道路との境界であるため、両道路を直通する場合は、通行料金が割高になることから、 直通車両に対しての割引制度が適用されている。東海 IC は名古屋環状2号線が都市計画決定された1967年3月に設置が決定された。名古屋市外園を一周する環状の自動車、専用道路の一出入口としての位置づけであった。やがて新しい制度の下での都市計画が策定され、名古屋環状二号線専用部においても新都市、 計画法に基づいて1982年11月に再度都市計画決定された。なお、名古屋南 JCT と飛島 JCT 間は一般有料道路として計画されていた伊勢湾岸道路と重複したが、都市計画上はあくまで名古屋環状2号線専用部に所属した。そのため、1982年時点における道路規格は第2種第1級で、 名古屋第二環状自動車道と同仕様であった。やがて、東海 IC を含むその前後の区間が1987年9月の国土開発幹線自動車道建設法の改正によって第二東海自動車道の予定路線に組み込まれた。そして1989年2月の第28回国土開発幹線自動車道建設審議会の議決を経て、 横浜市東海市間が第2東海自動車道横浜東海線として高速自動車国道の路線に指定され東海 IC は第2東名の最西端のインターチェンジとなった。なお東海 IC と美島 IC 間は1979年から1987年までの間に一般国道302号の一般有料道路事業として事業許可された経緯から 高速自動車国道の路線指定からは除かれている。インターチェンジ付近は自動車騒音を抑えるために先折れ式車音壁を設置。画像奥が東海 IC。高速自動車国道の路線の一部となった名古屋南 JCT 東海 IC 間だが、都市計画上は名古屋環状2号線であり、道路規格の面で第2透明より劣ることから、 企画アップのための都市計画変更を1991年8月に実施した。これにより都市計画道路名は高速名古屋環状2号線から伊勢湾岸道路に変更され、道路企画は豊田四日市間で第一種、第二級に統一された。この変更を受けて東海 IC 付近でも道路福音が拡幅された。これに先立って1990年11月に インターチェンジ付近の東海市縄町で道路拡幅と設計速度アップによる地元住民への説明会を開催し、特に速度向上による騒音が環境保全目標をクリアできないことから先折れ式車音壁を設置することなどが説明されている。その後、1997年2月に東海市名古屋市間約4キロメートルが 第二東海自動車道の基本計画区間に組み込まれ、高速自動車国道法における路線名は第二東海自動車道横浜名古屋線に改められた。営業開始は1998年3月で、路線名は高速自動車国道と一般有料道路を一括して伊勢湾岸自動車道と案内し、この時の出入り口は飛島方面側は、 出入り口すべて、名古屋南方面側は、出口のみ強用して、入り口は2003年3月の豊明 IC、名古屋南 JCT 関延伸時に、運用開始している。年表東海 IC 付近は、鉄鋼、化学工場が林立する。第一料金所第一料金所第二料金所第二料金所連運用は、時間帯や、 メンテナンスなどの事情によって変更される場合がある。第1料金書、第2料金書、ありがとうございます。